かつけないと。意味ないね。なんで？では始めましょう。ダイナミックチェストストレッチ30秒。おお、これしょっちゅう自分でやるんだよね。ダイナミックチェストストレッチ。なんかいいよね、そういう名前。うん、あれだと。大胸筋がストレッチになるからいいね。これ腕、二の腕細くなると思って高く上がるのかな。今邪魔してるから上がる。20秒間伝えるの？ 1、2秒間。これは相撲でよくやりましたよ、私。本当相撲やってた？うん。そう。四国の向きあるな。そうそうそう。かかとに重心だ。これか、スクワット体勢とか。うん、そうそう。来るんだな。うん。こうやってたから。こうやって。本当だって。こうやって。こうやってやるんだよ。足腰。足腰。あ、そうそうそう。こうやって。やってたから。そう。うちの親父の相撲大好きでさ、私それだけやらせてたんだよね。朝早く起きてさ、うん、それは続いた。続いたは何もそうだね、まあ、大会みたいなのに出て。あ、出たんだ。一回戦もっけよ。小学生、うん、ガーンっておでこつぶつかるの。そう、で、ライターの日で。うん、脱線。スクワットするの。どうやんの、回せんの。突っ張りみたいな感じよ。
足筋肉痛したな。こね、しこ横ね、横しこね。違う、ここ突っ張りするようになって、こうじゃない、なんでかそうでもないけど、腰背も低くてさ、低かったのか、低い、腰が強いっつって副将だったね。お、すごいじゃん。あれって何人、先方とか中方とかの、ね、団体戦で5人3人5人。あ、で最後大将見るのね。うん、大将がさ、背高いやつだった。また良くて、うん、100、小学校で170だった。マジで、うん、富、すごいな。他のジムとかってさ、エアコンついてんのかな。ついてんじゃない、そのね。汗かかないんじゃない。ついてたの、うん、確かにね、確かにね、うん、行ってみたいね。うん、あれ入会しないといけないもんね。ああ、そうなのね。最初は気込むけど全然続かないらしいね。入会し行かなくなるもんね、結局行かなくなる。回すの？うん。また足首曲がってる。あんた前に回してる。後ろだよ、バックだよ。逆回しするんでしょ？あ、普通だね。あ、今と反対。あなたよ、への字になってるからね。ここ、うん、こうやるの。そう、そっか、まあいいんじゃないって。お尻にいや、かなり来てるから。ラテラルニードライブってない、マジでしょ。ああ、足上げるやつ。えこうやって腰打てるやつじゃないから楽だな。
筋肉地味にくるね。大きく回した方がいいんじゃないこれ。うん、そうそうそう。準備は OK。 右足でもワークヒップサーク20秒。来るね、かなり来るよね。うん、来るねー、かなり来るよね。来るースクワットホールド30秒。ホールド、え、こう上げるだけでしょ。あ、上げるか。もう惜しいでしょ。嘘。もっと？うん。もっと変な字。あ、同じことか。繰り返したね。うん。なんで、あんた足首の力ないんだね、多分ね。ないもんね、この状態でってことだもんね。回んないもん、ほらこれ以上力抜いても。マジで？うん、あと力抜いてみて。力入れてこないとそんな手ないね。足首硬いと腰にもくるからな。いや全部じゃない、体硬いと。そうってかも。めっちゃケツくるね。うん、これは来ますね。これはやりたかったやりたかった、うん、これなら家でできるもん。うん、できるね。汗かきたくねえもん、家に。って、シャワーあるからいいんじゃない。まあね、うん、腕なんてないもん、シャワー。4階大丈夫かな。この間来たあの
女といったら男でいいの、うん、あれじゃ、あれなのか、5階のあれかな、4階か、まさか違うのか、あんな感じじゃなかった、あの人ちょっと柄悪かったさ、建築系の、あ、まあそうだね、全然違う違う、ケツくる、第一セッションあるぞ、ケツくるぞ、どんなにありがたいことか。スクワットフロントキック、おもろいの、ブーンと、なんか頭カチカチ鳴ってるね、左足ね、うん、私も左足、あ、乗らんぞ、
ストレッチなの？ストレッチなのね。関節は硬いとダメだね。ああ、そうかも。体硬いと100枚あって一理なしだ、それあるかもね。ハムストリングいいね、ストレッチだ。かなりね。よし、これ24分でしょ。腹筋行こうか。あの10分のやつやるか。え、10分のやつやろうか。10分のやつやろうか。これ前よりきつくなくなったの、慣れてきたかな。いいね、これ意外だと。ジャンプとかアイル入るとなんかきついな。